さあ第1戦目です。はい、ポケ対ザボミ。後ろにダンテさんの家があったね。カールね、ドアップで映ってるのが僕です。うんうん、わかるよ。うん、バンギラス対お決まりのやつですね。カーメン、カーメンはこれなんて名前だっけ。あー、なんですか。デスカーンですね。デスカーンですな。うん、デスカーンはゴーストタイプ、バンギラスは砂ですか、地面か。岩悪ですね。岩悪、あんましよろしくないな。はい、こうやってみよう。岩悪は悪タイプがゴーストによく通るので。そうなんだ。という感じで抜群が入ります。なるほど。はい、ミイラ、あ、なるほど、特性がミイラになるやつだ。これ意味がないことをしてしまった。そうですね。そうですね。はい、よしよし、いいのよ。うん、さあここはね、今一つだからな。うん、これは相性がよろしくないですな。そうですね、割と、うん、これ変えるというね。そうだと思って技を打ちましたね。なあ、マヒッタ、うん、マヒッタか、そっか、マヒッタはいいんだな。これが当たれば、はい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 、よし、これはでも、よし、わかった。麻痺ってなお、そっちの方が早いのか。うわあ。すごい。竜の波動はあの特殊技なので、うん、バンギラスは今砂嵐の中で、うん、なんだろうな、その特殊防御力がすごく高まってるんですね。なるほど。はい、だからすごくダメージが通りづらいです。そういうことですか。わかりました。じゃあこれだ。おお、9個。うわ、これダメじゃんか。相性が良くない。そうですね。うん。バンギラスに相性をよく取るのであれば、格闘技か水技か草技か、なんと感じですね。そうですか。かといってちょっとこっちもそんなに。僕このバンギラスという人お初なんです。あ、そうなんですね。割と僕の推しポケモンのうちの一人なので。そうなんだ。はい。うわうわうわ、一撃でいかないのか。取れるかと思ったんだけど。どうせなら、まあ、こちらは安定の安定を取るか。そうだよ、少し減らす。そうです。うん。ミイラになってるから火が通ると思ったんだけどな。そうでもないのか。なんだろう、うん。砂嵐の最中は、あれですね、岩とか地面とか、その砂っぽい感じのポケモンの特殊防御力が 1.5 倍になるっていう、あの、共通のあれなので。あ、そうですか。はい。ただ、あの、もう砂嵐が今収まったので。収まったか。はい。そうか。基本5ターンぐらいしか持たないので、これ。ええー、そうなんだ。それが最初に出てくるとかなりきつかったっていう話ですね。ああ、順番ですな。なるほど。それだとどうするかな。まあ、でも、とりあえずこいつをそのまま手放せておくの。おやけどになるやつか。あ、急所か。あ、やけどになるやつなんだけどね。そうですね。運が良かったやつですね。うん。あ、そういうことか。はい。あ、でもこっち麻痺になっちゃった。麻痺になっちゃったなぁ。このバトルはどう、お、持たしてた、持たしてた、そういうの。それ上手なやつですね。それは上手なやつです。あ、なるほどな。そうなると。たまたまなんですすげえ上手なやつです、今のは。
さあ抜群に相性が良かったですよ。絶対最初に出した方がいいでしたね。今の瓦割りも熱湯も、あ、特に瓦割りは、バンギラスに対しては4倍ダメージが入るやつですね。そうなんだ。はい。うーん、そいつをどう通す、どう通す、特にないんだよな。まあこうしとくか。さあということでカバーのやつ出てきましたね。カバルドンですね、はい、こいつも砂おこしですね、うん、僕のこれはカニは何つ名前だったっけ。カニはキングラーですね。あ、キングラーです、はい、キングラー対カバルドン。さてとなるとちょっといやらしいけど、これを打って奥に尽きる。お技構成が割とガチ寄りだな。そう剣の前でね、これが攻撃力を上げてました。カバルドンはあくびをして、剣の前を使ったのであれば物理技を放つのがおすすめですね。なるほどね、はい、物理技を言うと、ちょっと待って、このでかい爪で瓦割りをしか入ってないんです。いやでも十分ですね。あ、何これは。いやそうなんだよな、カバー早くないかな。いや強いな。ああ、よし、砂かけ。砂嵐になるとそもそもちょっとだけ命中率が落ちるので、うん、そして念のために砂かけをして、うん、あくびの効果で眠りが入るという状況ですね。ということですね、はい、ね、眠っちゃったな。これはどれぐらいで起きるんだろうか。これはすぐ起きないですね。2ターンか3ターンかな、うん、運がいいと一撃で起きたりしますけれども、だいたい2か3くらいだと思っておくとちょうどいい。食らわないといけないんですな。そうですね、分かりました。単純にターン数ですね、本当に食らっても、まあ、そんなにダメージの通る技がないので、こいつが出てきたので。なるほど。この子は、シェルアーマーという特防があるはずなので、特防とは言わないか。いや、特性ですね。はい、いや、分かりました、うん、シェルアーマー。そうなんです。でも死にかけてるな。そうですね。いや、死なれるの困るんだな。死なれるの困るので。僕の考えた強い超人みたいなやつにしよう。おお、なんだっけこいつ、か、亀の手のあれだ、うん、天下系のやつ。ああ、ワンパンでワンパンでここまで来た。ああ、亀の手はあれですかね、岩タイプが入ってますかね、もしかすると。岩タイプ入ってますね。そうですね、はい、岩タイプが地面タイプに非常に弱いので。なんと知らなかったな。あ、そうですか。でもなんとか開始のターンでやられました、ね、普通水岩タイプなので。ああ、なるほどなるほど、水岩なら、うん、そうですね。ただちなみに今何食らいました僕。シェルなんとか、シェルブレード、水か、うん、水攻撃を食らったのか、うん、いや割と厳しいな。そうなるとこれかな。いやでも回復のあれが使えない。いやでもちょうどいいことに砂嵐が切れたので、うん、先手を取れればワンチャンある感じですよ、それ。あ、どうですかな、これかな。ホックソルトさんはトリトドンを出してきましたね。笹葉さんの一押しでしたね。ですね、はい、可愛くてしょうがないって言ってたね。あ、クロスチョップ危ねえ。ああ、クロスチョップは威力が高いけれど、命中率がやや低いっていうタイプの技ですね。うん、ああ、そうか。そうでしたね、そういえば。はい。ここのクロスチョップは超最近ゲットした。はい。でも当たるとかなりダメージ入ったんで、かなり際どいところしまうんですね、完全に。いやもうあと死にかけのやつしか残ってない。ただ、カーメンも別にこっち得意なわけじゃないので、先手は多分間違いなく取られるので、どうすかな、タイプ1どっちも入ってるけど。あれ先手なんだこっち。ダブリューって物理を。うーん。おー。そうか。あー。寝てるやつしか残ってない。あ、そうだ。うん。あれもそんなでしたっけ。そうなのか。あ、そうか。なるほど。いやでもこれ今一つなんだ。こっちか。
お、いいタイミングで目を覚ましましたね。あーでも使う技間違えたかもしれないな。だなあ。こっちはもう、あ、一人いた。忘れてたこいつ。多分そうですね。なんかあれ、あ、もう一人見てないなと思って。そうなんですよ。忘れてた。あ、またそうか、こいつか。こいつ割と厳しいのでは。いや、そいつ比較的、あの、強ポケなので。あ、そうなのか。はい、物理防御、あの、あれなんですよね。特殊防御が高いタイプのポケモンだったと記憶しているんで、そうなんですよね。これすげえダメージ取んないんですよ。どうすか、なるほど。しかも飛行が入ってるので地面が効かないんですよね。ああ、そうだね。危険だな。危険だけど、まあ、一回、とりあえず念のために。この人でどっかで誰かと交換したやつなんですよね、確か。こいつ割と、割と強ポケなのでは？これ抜けるか？一旦、雨が降り始めた。一旦雨を降らせました。うん。うん、うん、うん。いや、抜けるか？あ、物っていうか。さあ、もうこいつ一人しかいないので、ドレイン系を、うん、割とでも切り札感ある感じですね、それ。どうすかな。この人ね、存在忘れてたんですが、飛行が入っているんだな。まあでもとりあえずなんかあまり活躍してないやつを活躍させたい。えい、お、出た。これダイマックスとかあるの？これ使った方がいいのかな？まだいいか。使うと、3ターンぐらいヒットポイントとか攻撃力とかグワッと上がります。うん。3ターン。特にデメリットはないので、使ってもいいとは思います。うん、ちょっと待って、これですか。これ、まあ、取っておきだな。もうちょいで、あとでいいや。あ、どうだ？いや、強いな。普通に強いな。普通に強いぞ。物理受けしかいないぞ。危険なので普通に。これが通、あ、全然通んない。おお、毒になっちゃった。いや、これはちょっと、サダイジャの毒のなんとか。おお、なんかめっちゃ食らってるぞ。普通に危険だぞ。とても毒を食らってますね。急所に当たってく。そうか、フェアリータイプなのか、そいつ。フェアリータイプですね。あ、まさか、フェアリー飛行か。あ、どういう毒が入るわけだ。いや、そういうことなのか。そうね、フェアリータイプは毒と、なんだっけ、何かに弱いはず、鋼か、に弱いので。へぇー。この直帰くんは、フェアリータイプで。いや、毒がガンガン入ってくる。なぁ。しまった。そしたら、ポイズンテールじゃなかったな。もう剣神です。こいつが死ぬと僕のバトルは終わってしまいます。なんとかサダイジャをクリアしましたが、と粘られてポイントゲージは未だに黄色、毒が入ってるので赤に近くなってきます。チョッキー君はなんて名前だったっけな。トゲキッスでしたっけ。そうですね、トゲキッスですね、うん、ドリューズ出てきます。ドリューズ、いや、これで、いや、ちょっと待って、これいけんのか。これでいけないとかなり厳しいことになる。こういうことだな。これで、ダイマックス。では、俺たちの美少女、ザボミちゃんを大きくします。うわぁ、これちょっと、じゃじゃーん。いけんのこれ。さあ、いけないのでは、仕掛けではあります。毒さえ、いや、粘れないな、粘れるタイプはいないな、きついな、やばいな、これ、あ、ちょっとやばい、これはやばいぞ、よし、これはやばいの引いてるぞ、パンチ、これはやばいの引いてるぞ、効果抜群、そうですね、何か格闘技、何か格闘技を覚えてらっしゃったんですね、これね、ちっか、いや、これは、毒もあるし、砂もあるしで、砂がもうそろ切れるはずなので、うん、砂が切れるとちょっとダメージソースが
これでいけなければ。あー危ねえ、危なかった。これ、ドリューズが抜かれていたら負けてましたね、多分。ああ、そうか。危ねえ。ルーズ。危ねえ、危ねえ。あ、リーグカード受け取ってもいいですか？はい、大丈夫です。もらいます。カードもらいます。名刺交換みたいなもんなんで、リーグカード。なるほどね。はい。あーはーはー。